警備は精霊だけか。人払いをしているのは本当みたいね。しかし、なんでこんな場所に新しい神殿を？同志様なら王都にだって作れるだろうに。ここってお前も感じられるのか？なんか地面の中に強い力が流れてる。そうだ、ここは大地を流れる自然の力、地脈の集中点のようだ。聖主カノヌシを祀る絶好の場所というわけじゃな。襲撃にも絶好よ。誰も入るなと言ったはずだが。申し訳ありません。ですがローグレス離宮で異変が発生して。エレノア、自分の精霊はどうした？捕食されてしまいました。左手で精霊を食らうコーナーで。ベルベット、ご存知なのですか？昔の教え子、オスカー・テレサに続いてお前まで退いた。アルトリウス様、私に新たな精霊をお与えください。必ずあのゴーマを倒してみせます。強い感情だな。お前は憎悪でゴーマを撃つのか？申し訳ありません。模範生のお前もベルベットに当てられたようだな。一つだけお教えください。離宮に捕らえられていた巨大なゴーマは何なのですか？あの区画は特等以外立ち入りを禁じているはずだ。ですがあれは精霊の結界で捕らえられていた。あんなものが王都にいていいはずがありません。エレノ、なぜ鳥は空を飛ぶのだと思う？餌を捕らえるためでしょうか？下がりなさい。お前が知る必要のないこと。ベルベットが来るか。この絵にしには決着をつけねばなるまい。